ワン、ツー、ワン、ツー、ハッハッ。それも入れてやる。チェック、ワン、ツー、ワン、ツー、ハッハッ。ムカつく。チェック、ワン、ツー、ワン、ツー、ハッハッ。ムカつく。チェック、ワン、ツー、ワン、ツー、ハッハッ。やかましいわ。まねしたった。そんなわけで、まさこラジオ4回目のパート2。ザマミロ、なんかものすごいハイになってありますけど、内緒ありました、うん、これ終わったらクレープが食べれるもあ、巻いたやつね、うん、巻いたやつ食べれますよ、巻いたやつ、この前巻いたやつ、馬かね、人参ぶら下がないと動かないよね、動かない、この頃くさび動かない、こたつもあることだしね、うん、こたつ出れないね、こたつでもいいでしょう、こたつね、お家には置かない主義だっておっしゃってましたけど、置いたら私だってもう全く出かけなくなっちゃう、今だって全く出かけないじゃないの、あのお家からお仕事以外出かけないでしょ、お家大好きだもん、こたつあったらお仕事は行くでしょ、いやだからもうなんかまさか、ね、熱ないのに熱出ました雪積もってないのにサンタは雪で動けません、最低な女になっちゃうそれダメですからやめましょうか、やっぱこたつはダメですね、私はおこたは絶対出せない、ね、もう自分で分かってるから出さない方がいいと思います、その通り、うん、でもおこたいいんだよな、私もあれですよ、うん、だから引退したらおこた出すよ、私引退したらおこた出す、もう絶対に私を探さないで状態になっちゃうっていうかさ、なんか朽ち果ててたりしない、そこで知らない間にくさべさん連絡取れないと思ったら朽ち果ててたりとかないよね、知らない、怖い怖い、もうそんなわけで、あのコメントまだまだいただいてますのでね、続きを読んでいきたいと思うんですけれども、はい、草笛雅子のボーカルレッスングループレッスン編のその2に送られたコメントです、はい、常連の 12M さんから、あ、いつもありがとうございます、はい、貴重なレッスン風景をありがとうございます、ありがとうございます、生徒さん方々と楽しい雰囲気がよく伝わってまいります、内緒内緒のお声がお可愛らしく、レッスン箇所を心地よくお聞きしております、皆さんのあーあーがすごく素敵だと思います、話題は変わりますかもだけど、草笛先生の歌声かっこお見本をお聞きしておりましたら思い出したことがございます、うん、草笛雅子さんかっこ先生の奥様お手をどうぞをお聞きできます機会に恵まれ、素晴らしさに感嘆しております、これなんかチラッと歌ったんじゃないですか、レッスンの時に、記憶にないのは私ダメ、まあね、危ない、仕方ないっすわ、危ないね、仕方ないです、え、歌チラッと歌われたのではないかしらと、私もなんかもうその時その時にね、生徒さんの楽譜を見ながら、うん、そうですよね、対応していくので、ちょっと記憶にないっていうのが多いですよね、これ放送日は2月1日だったんですけど、あ、2月1日じゃないわ、2月2日だったんですけど、うん、あの撮ったのはね、だいぶ前ですもんね、グループレッスン去年ですよね、あれ、あ、そうね、うん、もう、あ、もう仕方ない、忘れても仕方がない、もう私たち10代じゃないんで、了解、はい、続きましてこちらも常連の145サンタさん、ありがとうございます、内緒が多くていろいろ想像してしまいました、いやん内緒が本当に多いよね、多い、内緒内緒、耳に内緒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 、そう、ほぼ内緒、ほぼ内緒、はい、続きまして、グループレッスンの3回目の動画、はい、ジュニエムさんから、はい、あ、また、はい、オーマイオーンですよね、大好きな太田さんです、はい、心に残る大変に印象的な歌だと思います、メモリーも2曲とも本当に難しい歌ですよ ねなんと贅沢なんでしょう、ピアノが素晴らしく耳を澄まし聞き入ってしまいます、生徒さんたちの頑張り素晴らしいですね、草笛雅子先生の時々あるお手本が素敵です、見せられます、そして全曲リクエストしたくなっております、いや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 、あ、ジュニエムさんも無茶ぶり、候補生無茶ぶり、基本な、あ、貴重なレッスン風景をありがとうございます、申し訳ございません、突如内緒と可愛らしいお声をお聞きし思わず笑ってしまいます、ありがとうございます、はい、本当にあのピアノはね、あのメグ先生、メグ先生ね、抜群にうまいです、うん、あの私もそう思います、何が上手って、もちろんそれはもう素晴らしいピアニストの方々たくさんいらっしゃるんですけどね、はい、あの
一緒に歌ってくださってるんですよ、うんうん、ですから生徒さんって素人さんじゃないですか、はい、そしたらねメグ先生のピアノのピアノ伴奏に乗っかかると必ず空気動き出すんですよ、うん、あのねメグ先生のピアノってあの空気が流れてるピアノに聞こえます、うんうん、歌い手さんにすごくあのなんていうのかな寄り添ってくださってるピアノなんで、うん、あのソロのピアノとね私伴奏のピアノって違う才能だと思うんです。あ全然違うと思います。でメグ先生の伴奏は私も素晴らしいなと思います。ですからあのメグ先生は歌われると抜群に上手だと思いますね、うん、あのピアノの上手な方って、うん、あの本当に私いろんなあの伴奏の方お目にかかってきたんですけどね、あのお出会いさせていただいたんですけどね、はい、なかなかないですよ。その伴奏に乗っかかったら歌えてたみたいな、そういうのはねなかなかないです。やっぱりあの歌と伴奏って本当にこういう感じで出来上がるとお客様本当に気持ちがいいんですけどね、それねすごい高度なことなんですよ。そうでしょうね、うん、だから伴奏者っていうのは本当に上手じゃないとダメだと思います。あのだからピアノだけではなくて歌も歌えないとやっぱり伴奏は難しいかもしれないですね。これだけメグ先生のことベタ褒めしてるんですから、今度お会いした時は何かいいことがあるかもしれませんね。メグちゃん続きまして、はい、145サンタさん、こちらも常連の145サンタさんです。草笛先生の熱心なご指導とともに生徒さんたちの一生懸命な様子に感動いたしました、うん、ピアノ伴奏も素敵ですねって、これ今読んですか、なんかですかね、なんか失礼しました。私はあれここよ、カット、ここカット、うん、続きまして、うん、まさこラジオ第4回、はい、ワークショップ開催のお知らせの巻にいただいたコメントです、はい、145サンタさん、はい、四季の先輩方からのアドバイス、ごもっともなことと思います。独自の発声法や表現を作り出された草笛先生はやっぱりすごい方と感銘いたしました。これあれですよ、四季の先輩にあんまり全部出すんじゃねえって言われたってお話したことじゃないですかね。あ、そうです、あの、うん、あの なんかあの教わったこと、まあ、私も学ばせていただいていろんなことをあの自分で生み出したものではなくて、うん、私も学ばせてもらいただいたことばかりなんですけど、そのまんまお伝えしても誰も分かんない、うん、何のこっちゃわけわかんねえ、うん、でそれを、まあ、噛み砕いて流動色にして、はい、その上に笑いありみたいな、うん、笑いますよね、サブエレッスン笑いますね、みんな泣いてますよ、メグ先生泣いてますもんね。メグ先生は泣いてますね、はい、ですからね、なんかこうあそこまで流動色にしてしまうのはね、やっぱりテクニック的にはダメですよね。でも趣味の方に、まあうん、楽しみながら、私ものすごく歌えるようになられたじゃないですか、はい、初めましての時一体どうすんのみたいな感じだったんですけれど、今すごいもう本当にお上手になられて、だからやっぱり上手になったり声がスカーンと出るようになると歌は楽しくなるんですよ。でまた皆さんすごい対局をチョイスされますよね。なんでしょうね、歌ってますからね結果。あでも歌えてますよね。ですよね、そこがねすごいんですよ。キャッツのメモリー、うん、レミゼラブルのオンマイオン、うんね、であのモーツァルトのダンスはやめられない、はいはいはい、どうすんのみたいな。でもね全員出来上がってきました。そうですよね、あの結果ちゃんと仕上がっちゃうっていうのがすごいなと思います、はい。まあ、それができないと私チョンですから、はい、もうまあ、そこはねプロのボイストレーナーとして、はい、それは私のお務めでございま す、ね。ルイと赤い革ジャンさんから、えルイと赤い革ジャンさんからというペンネームの方から、えそんな何回もえって言われても困る、ルイと赤い革ジャンさん、なんかあの引っかかりますペンネーム。いやそういうペンネームもあるんだね、ほら、うん、私アナログだからそれがペンネームみたいな。昔のラジオ結構こういうのありましたよ、びっくりぽんから、ルイと赤い革ジャンさんが何回言うんだ私この名前名前なんだ
本名は知らないですよ、ペンネームがルイと赤い川ちゃんさん、あのこの時、ライブやるかもしれませんよって来たいっていう方コメントくださいねって言った回なんですけど、覚えてます、うん、ライブ行きたいです、東京 どこにお住まい、どこでやるかはあの時言ってなかったんで、まああのね、冬ぐらいにちょっとやろうかとか、最初誕生日にやろうかと思ってたんだけど、もうちょっと後にしようかみたいな話をねしてたやつです。あの実はコロナ前に計画されてた、うん、はいはい、ブラボーミュージカル、あそうだそうだ、うん、それを宣伝しましょう。あの5月の6日、はい、あの写真山ちゃん持ってますよね、はい、ちゃんと画面に出します、はい、画面に出してください。5月6日、5月6日ですね、場所はどちらでしたっけ。大阪心斎橋です。大阪心斎橋なんというところでしたかね。あ見てく、あげて、あ後で、あ後で上げてください。あのね難しいんです、でもあのホテルの地下1階になんかねイタリアの洞窟、私ねそこ別の宝塚の方の時に行ったことあるかもしれない、すごい素敵なとこでしょ、はい、素敵なとこです。私もあのなんかイタリアの洞窟をイメージされたレストランだってお聞きして、うんうん、はい、で写真見せていただいて、すっごい素敵なとこなの、うん、おいくらでしたかね。1万2000円です。あのお食事付きですか。もちろん食事がついてます。であの、まあ、劇団四季の時に、はい、私がポットの時に野獣をなさっていた鈴木聡馬さん、はい、今とあの東宝ミュージカルに出てらっしゃって、はい、あのその式の時には芥川英治さんというお名前で出てらしたんですけど、はい、今は鈴木聡馬さんをリーダーとして、はい、ま、元宝塚の夕光さん、そして桐里美さん、スリローゼスの、それとあのもうシャンソン界ではもうトップスターですね、山田さんっていう、私の知ってる山田さんじゃないですね、あなたじゃないですね、はい、あのとってもいいお声なさってるんですよ。だから、ね、私あの音声障害起こしちゃってるんで、ブラボーミュージカルなんで歌われるんですよね。これ出れるのかどうかってすっごくちょっと微妙なんですけれど、はい、でももう出ちゃう、歌っちゃ、うん、歌える歌を歌っちゃおう、うん、みたいな感じで出させていただきます。これはあの本当コロナ前に計画されたものが伸びてたものが、うん、あのやっと行われるということ。なるほど。まだチケットあるんですか。あと3枚3枚3枚しかないの、うん、じゃあここで宣伝しちゃったらソールドアウトしちゃうかもしれない。いいんじゃないですか。そうですね、もうそれ以上みんな売れないと思います。あの3枚しかないそうですが、もしあの行きたいわっていう方はこちらのメールアドレスにご連絡をください、はい、ですごくあのわーって来ていただいたら、うん、再演っていうので、まああ、ね、そうなんですね、うん、行われるかもしれない。でそれ大阪で心斎橋ですけど、はい、もしすごく人気あったら東京でもできるかもしれない。 ありえますよと、うん、東京公演もあるかもねと、うん、らしいですので、皆さん関東にお住まいの方で今のお話に興味のある方はですね、あのご連絡いただいたらもしかしたら東京公演が叶うかもしれませんよ。よろしくお願いします、はい、続きまして、はい、グループレッスンの4回目、はい、チェリーさくらさんから。あチェリーさくらさん可愛らしい、うん、昨夜自分もレッスンを受けてるつもりで歌っていました、うん、でも皆さん本当にお上手ですね、羨ましい。いや本当にお上手になられたんです、うん、最初からってわけじゃないってことですよね。最初はね、うん、もう本当にあ歌を好きなんだなみたいな感じ でもやっぱり上手になられて、本当に上手になられて私がびっくりしてますけど、それもこれも草笛先生のお力、ね、とんでもございません、笑ってるだけです続きまして、はい、ジュニエムさん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。見応えのある映像さんをありがとうございます。生徒さん方がぐんぐんお上手になっているご様子を楽しく拝見させていただき、はい、嬉しいです。かっこ素人なりにだけど、うまくなっていくところがびっくりでもあります。ぐんぐんと良くなりますから、あまり緊張しすぎておりましても歌唱は良くないんですね、うん、絶対ダメですね、うん、背広などがピチピチすぎると身動きが取れないことと一緒なんでしょうかあのダボダボでと考えてみたりしております。ダボダボの方がいい歌を歌えますね。生徒さんと和気あいあいな感じもすごく拝見しており楽しいです、はい、ということで、ね、楽しんでおります。本当に皆さん仲良しだし笑います。であれグループレッスン大体いつも3時間ぐらいやってらっしゃるじゃないですか。
3時間やってるんですよね。そう、私ね、あの見学させていただいてる時に3時間やってるっていう感じが全然しないんですよ。今言われて初めて気がついた、うん、3時間よくよく考えたら、あの自分が参加しないレッスン3時間見るのって普通苦痛じゃないですか。いや、そりゃそうでしょ、うん、長いわ。いや、私あの全然苦痛じゃない、結構楽しく見てられるんです、ずっと。そうですか。3時間でも見学にお越しくださいました方々も、はい、あっという間だったって言ってくださいましたよね、うん、おっしゃってましたよね、うん、なのであの、うん、笑いあり笑いあり笑いあるじゃないですか。もう笑いだけじゃないですか。そう、もうな、本当にあれだけ笑えるってすごいですよね。あれだけ笑かすっていうのもすごいですよ。ありがとうございます今回のもね、この昨日先日もう笑ったね、あれちょっとね、本当これ撮りたいわと思ったけど、もうこれ以上レッスン出しちゃダメだわと思って。いや、でもあの箇所面白かったね、はい、そしてまた新しいあの笑いのツボをね、あの私が増えちゃった、ご用意されたじゃないですか。もう本当に、うん、ね、本当ね、あの見ていただきたいんで、あのレッスンご見学希望の方いらっしゃいましたら、本当に遠慮なくこちらのアドレスまでご連絡くださいね。あれは本当に笑えました、うん、あのマジあのなんていうのかな、歌のレッスン見に行ってる感じしないですね。変な喜劇見に行くより面白いよね。 それを真剣にやってるから面白い。そう、ね、でね、何がおかしいかって説明すると、うん、ツボにはまっちゃう、ね、いや、ご本人は真剣だから、それの何がおかしいのですかっていう感じで、んで、え、何がおかしいのって感じなの、はい、でそれを皆様がやっていらっしゃるのを真似して、うん、実はこれはこういう振りなんだよってやると、うん、大爆笑。これね、まあ、今皆さんあまりピンときてないと思うんで、まあ、本当によろしければ一回見に来てくださいです、ね、はい、笑い、あ、もう私も座り込んで笑っちゃいましたもんね、うん、本当にスカート汚れてましたよ。汚れましたね、はい、もうすいませんでした。あの見学は随時無料で受け止まっておりますし、特にあの手土産とか持ってきても付け替えされるだけなんで、もうプラッと遊びに来ていただければ、ね、はい、あの何か持ってきていただきますと漏れなくお返しいたします、はい、あの思いっきり笑いに来てください、はい、なんか楽しくないことがあれば笑いに来てください、ね、本当本当そんな感じです。そう、そしてあれですよ、あの5月の何でしたっけ、12でしたっけ、あのあれ、あ、ワークショップ、うんうん、ワークショップね、まだ若干数席空いておりますので、ご参加なられたい方はですね、あの今からでも全然大丈夫ですのでご連絡ください。あれどうし、関西だったら行くのにみたいなコメントいただいてたことありましたよね、ワークショップです ね、 ね、関西もなんかちょっと考えないといけないですかね。まあどうぞ。私、うん、あ、やっぱり、うん、じゃあちょっとなんか考えます。まあ、ご希望があればで、あればでございましてね。そうですよね、うん、で、まあ、あのやってみたら2人しか応募者いなかったわとかってやるとちょっと嫌な感じなんで、あのもし関西でグループレッスン、グループレッスンじゃなくてワークショップあったら行きたいわっていう人もしいたらですね、参考までにコメントを寄せいただけると、うん、どれぐらいの方がご希望されてるのかな、やった方がいいのかなっていう検討の材料になりますので、よろしければあのコメント欄でも結構ですし、メールアドレスの方でも結構なんで、関西でぜひやってとかいうですね、コメントを寄せいただければと思います。もし関西でやるとしたらあれですよね、兵庫県ですよね、大阪じゃないですよね。どうなんでしょうね、神戸とか三宮、西宮、三田とか、まあ、三田まで来るって大変ですよ。私よくわかんないですけど、電車乗っちゃえばすぐって感じじゃないんですか。いや、ちょっと違うかな。ちょっと違うんですか。だからで宝塚もね、割と、うんうん、あの大阪から直、神戸から直来れるところではないのね、宝塚って。やっぱり皆さん乗り換えて、あ、大阪から一本で行けないんでしたっけ、宝塚って。え、来れるのか、なんか、あ、阪急で来れるね、うん、でも結構距離ある。あの JR だったら宝塚ってすぐなんですけれど、はい、阪急って結構止まる駅多いんじゃない。私はいつも JR なんで。うん、うん、まあじゃああれですかね、三宮あたりですか、もし兵庫県でやるとしたら。うん、三宮だったら結構広い稽古場とかありますよね。うん、稽古場もね、あの、うん、人数が多くなっちゃったら広いところじゃないとダメですからね。サンダはいろんな稽古もあるんですけどね。あ、でもちょっと便が悪い。サンダまではだから、大体ご希望の大阪がいいわとか神戸がいいわとか、うんうんうん、ご希望があれば。あ、そうですね、うん、うん、あの
そちらも含めてですね、皆様のご希望ございましたらお寄せいただければと思います、はいはい、そう。ところで今日はなんかサンダが雪が降ってるらしい、ね、雪積もってるってサンダの方からご連絡来て、ね、なんか 出勤するのに30分なのに1時間半かかりました、はい、車、うん、うわ雪積もってますからね。こう東京はこんなに晴天なのに、だからやっぱりそれ、お、それあなたサンダと東京一緒にしちゃいけませんそうだけど、でもなんか雪降るほどの寒さは感じないじゃないですか、こっち寒いと言っても。いやでも一回サンダが何ともない時にこっちをどか雪だったじゃないですか。あったあったあった、確かにあった。だからやっぱりね、あの なんて言うんですか、あの低気圧とか、はい、高気圧とか高気圧とか高血圧とかそれは関係ないわ私低血あの なんでしょうね、やっぱり風の動き違うじゃないですか、うん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 、ね、日本海も太平洋全然違うじゃないですか、はい、なんかイメージはあのサンダが寒いっていうイメージはだいぶついてきたんですけど、うん、関東と関西だと関東の方が寒いっていうイメージがねあったんですけど、いやでも関東22度とか21度ってそうなんですよ、考えらんない。もうほんとこの間暑かった。いやサンダはね、うん、一応そんな不思議ちゃんな天気はないから、寒い時は寒い寒いで、ウグイスが鳴く時は鳴く、あったかいねって言ってもそんな半袖とかなんてありえない、うん、だからその こういうのはないよね。でもこんなこういうのひどいのって関東も今年ひどすぎますよ。だから私こんなのないですよ、これで風邪ひいてこうなっちゃったんだもん、うん、体ついていかない、本当にあれです。今日ウグイス鳴いてましたよ、うちの隣の公園で。いやまあでも間違ってるね、あれね。だって22度あったんでしょ、うん、半袖の、それはもうわけわからないと思う。もう泣かなきゃって思ってない。桜もいつ私は咲くの、ウグイスもいつ私は泣くのみたいな勢いでいっちゃえ、もうわけわからないから出とこか、ね、みたいな、うん、そうみたい、そんな感じでした、うん、まだね、あのウグイス泣くほどぬくい感じはしないんですけどね、うんうん、サンダはね一斉に咲くんですよ。いいですね、綺麗でしょうね。サンダはね、あの向こう側沿いが河川、はい、あれなんて言うんだろうね、川沿い、川沿い全部桜なんですよ。いいだから圧巻ですよ、景色は。いいだろうな、きっとあれでしょう、その目黒川ほど人もちゃんと来てこないんでしょ。サンダですから ね、その一気に来ても向こう側沿いすごい長いですからね、川。あの目黒川の桜見に行ったことあります？ないです。東京の方ものすごい人ですよ。だからね、人を見に行ってるのか、うん、桜を見に行ってるのか。一応サンダは桜がちゃんと見れますから、うん、人じゃなく私ってオンリーワンだ。いいなあ、そっか、草笛さん家独占だしな、うん、桜の木目の前の公園全部桜咲くんですけどね、私家の中から花見、お庭のテラスで花見。いいなあ、人に会わなくていい、もう人の中で桜を見るっていうのはちょっとしないかな。あの目黒川って、すごい長いんです、川が、うんうん、で大体中目黒からあの目黒ぐらいまでの間にわーって桜咲くんですけど、そのと桜が咲いた時の中目黒は駅から降りれないぐらい人いるんです。別に桜見に行くわけじゃなくて仕事で行ってもものすごい鬱陶しい。だからね私ね、東京は本当に私ちょっと 人混みダメじゃないですか、はい、本当に東京に来ると、うん、あ私ここでは生きれないんだなと思う。まあサンダのあんな素敵なところにねお住まいでしたらそう思うのもごもっともかと。もう本当にあの都会人にはなれない、うん、いいんじゃないですか、うん、このままで、サンダにこたつ出してゆっくりしてくださったらいいかなと思います。ありがとうございます。というわけでちょっと一回休憩しましょうか。 はい、では続くパート3に続きますので来週もお楽しみください。ありがとうございます。